はい、今回はこれね、まあ古典です。仏語訳出法官句決という古典で、書いた人は浅田宗博。1815年に生まれて、日清戦争ですから1894年に亡くなっていると記憶しています。大正天皇の命を救ったことなんかでも結構有名なんですね。江戸末期から明治の初期にかけて大活躍した、漢方医です、ね、そういうことで、その浅田宗博が書いたこの仏語訳出法官句決、この中の、拾い読みをして、ね、こんなことが書いてあるんだと、面白さを共有できればいいと思っています。で、なんとこれいわゆるね、アンチョコ集なんですよ。つまりこれフローチャートと結構似てるんですね。こんな症状があればこれだよって書いてあって、中にほとんど腹診とか脈診とか出てきません。基本出てきませんね。ですから、実は仏語訳出法官句決というのは結構ね、アンチョコ、句決ってのはクリニカルパールですね。経験豊富な人たちの、こんなことをすると、こんなのをヒントにして使うといいよっていう、ヒントなんで、ぜひやっていきましょう。で、この仏語訳出法官句決は、古本屋なんかにも売ってると思います。で、もしかしたら津村さんが在庫が残っていればくれるかもしれません。ぜひどっかで興味があればね、探してください。ただあんまり興味がない方はね、今日一緒にこれを僕読みますので、拾い読みをするので、こんなものかなと分かってもらえれば十分診療には役に立つかと思います。で、これ一応この本ではあいうえお順なんですね。で、最初に出てくるのは安中さんですね。安中さんは、この方世女よ、世の中では壁能の主役とすれども、吐水花肌しきものには功なしね。痛み花肌しきものを主すと書いてありますね。何かっていうと、これ壁能って言って、こう胃が張るんですね。胃が張る時の主役だけれどもと、結局ムカムカね、食べ過ぎた場合とか胃もたれする場合の主役だけれども、いっぱいこう吐いている時には効かないよと。むしろ痛みが大切なキーワードだと言ってます。安中さんは僕のフローチャートでもキーワードでは胃痛なんですね。純粋にムカムカ感があったら安中さんよりも半疑写真等です、ね、そんな風に、浅田宗博も同じようなことを言っています。さあ、次が硫黄島。硫黄島っていうとへっと思いますけど、これ補中液島ですね。補中液島、これを読むと、この方ね、元来犬虫湯、従前大補湯、人参養栄湯などを左略して組み立てし法なれば、五性にて種々の苦血あれども筆教詳細古湯の巨匠をおぶるものに用いうべし。ここが大切です。詳細古湯ってのはこじれた状態の、つまり商用病気の第一選択なんですね。細胞が入ってるから。で、それの巨匠向け、詳細古湯の巨匠向けだと覚えると使いやすいです。だって補中液湯は、つまり硫黄湯は腎気剤で細胞が入っていますから、当たり前っちゃ当たり前なんですね。で、補中だの液気だの小定だのという名義に、こだわるべからずと、ね、そんなことはどうでもいいと書いてあります。で、大切なことは以下の8つのうちの、1つか2つが当てはまったら使っていいとまで言ってるんですね、浅田宗博は。1つ目は手足の倦怠、2つ目が語源軽微、ね、言葉が軽いって意味です。3つ目が眼性無力、目に勢いがない。4つ目が口中生唾、口の中に生唾がある。5つ目が味がしないね。6つ目が熱いものを好む。7つ目が、へそに動脈を触れる。8つ目が、脈が大きい、力がないって言ってます。こんなことの1つか2つがあればもうみんな硫黄湯を使っていいよって言ってんですね。これって本当にこうアンチョコ臭だと思いませんか、ね、
結構いいこといっぱい書いてあります。これ用途ね、大切なことは詳細孤島の巨匠バージョンですよ。さあ次、インチンコート、インチンコートはこの方発音を知する製材なり、つまり横断の製材だね。製ってひじりね、あの神聖の製です。この方発音を知する製材なりね、世の中の医者は横断初発にインチン五霊散を用いるけども、非なり違うって言ってます。まずインチンコートを用いて、舌を取りで下痢を少しさせてインチン五霊散を与うべしって書いてあるんですね。だから横断の場合にはまずインチンコートを使えと言ってあります。インチンコートには大王が入っていますから、まあインチン五霊散よりも大下痢をします。で、並んでインチン五霊散があって、この方は発音の継承に用い、小便振りを主とするなり、ね、まあ当たり前ですよね。で、五霊散が入ってんだから、インチン五霊散っておしっこが出にくくて、横断の初期に使うと書いてあります。さて次は運慶湯ね。運慶湯は結構不妊に使いますね。当帰芍薬散が第一選択で、第二選択が運慶湯かな。この方は訪問巨漢というが、目的にておよそ婦人血質虚弱にて月水整わず、腰冷たくお腹が痛く、頭痛し、膣からの出血するものなどに使うと書いてありますね。まあ子宮が冷たいっていうんですね。そんな人に結構使うよということが書いてありますから、まあイメージ湧くだろうと思います、ね、不妊の第二選択ってなイメージです。結構ね面白いんですよ、普通語訳詞相関区決は。次はあうえお順なんで、今度お辻とね、お辻と、これは番号と3番かな。この方は春南陽の経験にてね、自室脱行痛み、あるいは全陰痛ね、陰茎の痛み、心機不定などのものを治すと。基本まあ自疾患に結構効くよという薬がお辻湯です。春南陽っていうのは水戸の名医だったんですね。さて次は読んで面白いのは上松陽さん、ね、これ24番。この方は清熱を主として上部の結晶に効あり、ね、清熱つまり熱をこうね、イライラを抑える感じだと思うんですね。で、結晶っていうのは上部の結晶に効ありと、ね、言っています。まあ上松陽さんですから、松陽さんに西湖と三四子が入ってるんですけども、ゆえに松陽さんの章にして、頭痛肩こりね、鼻血などに効くとも書いてあります。まあ今はある意味更年期障害とか自律神経失調症の特効薬と思われますけども、まあそんな自律神経失調症とか更年期障害をね、上部の結晶と称してるんじゃないかと思います。次は葛根湯、これは一番有名、番号も一番ね。これ、この方外観の後輩こわばることに用いることは五尺の童子も知っている、ね、五尺って1メーター50ぐらい、つまり子供でも知ってるって意味です、ね、古法の妙法種々あり主義すべからず、ね、もうたくさんあって遷ずることも必要ないと、ね、言っています。まあ、1800年前の召喚論に載っている漢方薬ですね。次、漢博体操湯、番号忘れました、ね、この方は婦人増巣を主とする薬なれども、もって右の液下のあたりに口腔や結界のあるところへ用いると効がある、ね、また子どもの号泣、ね、止まらないものに用いても速効すると書いてあります。まあいわゆるこう子供がガーガー泣いて、ね、ヒステリーっぽくて困るっていう時の漢博体操湯を使えって意味なんですね。
関白体操刀は大塚啓介先生が高知の医院を畳んでね出てくる時のまあ諸高齢ね、その、漢方を学ぼうと思った諸高齢の一つだっていうんですね。あの大塚先生も本当にヒステリーっぽい子供にこれを使って、本当に諸高したということで、畳んで、東京の田端に出てきました。次は鬼飛刀ね、65番だったかな。この方は名医雑著にて、恩寺陶器を加え用い剣棒のね他資料かどして神秘二臓を傷つけ血を接することならず、あるいは吐血軸血下血の症を治すものなりと書いてあります。恩寺陶器を加えって書いてあるんですね。この恩寺っていうのは最近は、物忘れにいいってことで OTC で売ってますね。鬼飛刀に西湖と三獅子が入ったやつが神鬼飛刀なんですね。僕はあの心の病でまず使ってくれと精神科の先生方の講演会ではいつもいつも話していますけども、まあここの約7行の文章の中に心の病っていうことは、まあ、はっきりは出てはきていませんね。物忘れっていうことは書いてありますね。健忘のほかね、資料稼働してっていろいろ思いを巡らして神秘をこう壊しっていうから、まあ、ある意味ここが精神科っぽいといえばね、考えすぎて体調を壊すってことが書いてあるんですね。さて、次は旧気境外灯77番だったと思いますね。これはもう一つ、この方は止血の主役とすって書いてあります。特に下半身の止血の主役です。自出血、子宮からの出血、あとは膀胱結核なんかにも昔使いました。本当にこれもアンチョコっぽいでしょ？不都合薬師双眼苦血って。次に登場するのは、啓止刀45番。ね。召喚論の一番最初に出てきます。たった1行、浅田宗博の不都合薬師双眼苦血にはたった1行です。この方は、修法の祖にして、ね。古法、これに敗退するもの、百有余法あり。ね。修法の祖、すべての大元だと。ね。これから作られたものが100以上、ね、軽くあるよ、ということを言っています。これ、啓止刀。次が、啓止か龍骨母霊刀。ね。この方は、虚老失声の手法なれども、活用して、小児の異尿に功ありと。まあ、おねしょにいいって言うんですね、子供の。あとは、虚老失声だから、疲れ果てて、精液が漏れ出る。ね。そういうことに、ね、結構使うんだよ、というヒントが出ています。次、啓止伏霊丸。女性の妙薬のうちの一つですね。23、24、25。23、陶器釈薬さん。24が、上昇陽さん。25が、啓止伏霊丸。啓止伏霊丸は、こう書いてあります。この方は、おけつより来る、病体を猿が主位にて、持って、おけつより生ずる諸生に活用すべし。つまり、まあ、おけつから来るもの、すべてに使えって言ってます。それぐらい、まあ、おけつに向いてる漢方だと、浅田宗博も認識しているんですね。おけつってのは、今風には古地の溜まりって言い換えればいいです。さて次、酵素酸70番。ね、今は風邪薬。ところがこう書いてあります。この方は、機材の中にても揮発の功あり。ね。ゆえに、男女ともに、気体、うつうつ気分にて、胸中進化が塞いで、黙々として、飲食を欲せず、動作が鈍く、強化苦慢するものに、ね、使うと。大細胡湯や小細胡湯がかえって効かないものにはむしろいいと書いてあります。酵素酸は本当に保険病名は確か風邪しかないんですけども、なんと小細胡湯、大細胡湯、つまり経過が長い時に困った時に使う薬でも治んない、そんな時にもいいよと言ってるんですね。さて次は五射神気丸。これよくはじみじよがんとの違い聞かれます。ここにも書いてあって、この方ははじみがんの症にして、腰が重く足が腫れて
あるいは力がないもの、ね、足の筋肉に、そういうものを治すと書いてあります。まあ、八味地黄丸に五室と斜前肢っていうのが入ったのが五社腎気丸ですから、足が腫れてる、ね、これ利水剤ですので、まあ、もっともな気はします。五湖湯、五湖湯というのは、この方は魔境関石湯の偏方にて、喘息喘窮を治す小児に貯孔割と、魔境関石湯足す蒼白皮、それは五湖湯なんですね。これは今でも子供の特効薬として使われています。まあ、本当にこれよくできてますよね。次、五苓散。五苓散はこう書いてあります。17番、この方は消汗、ね、喉が渇いて、そしておしっこが出ないもの、これが、正面の症、ね、この時使うんです。消汗ってのは急性発熱性疾患で、喉が渇いておしっこが出ない、小便不利って言います。けれども普通の水逆、吐逆、ね、水を吐く時にも使えるし、あと蓄水、尿が溜まってめまいするなんていう時にも使えると書いてあるんですね。幅広く使えと書いてあります。次は五臭湯、これは31番です。この方は濁飲を加工するを主とす、だからこう胃の中にね、変なものが溜まってるんですね。ゆえに、端末を、とするを自死、頭痛を治しって書いてあります。今はむしろね、偏頭痛の特効薬なんで、この頭痛を治しっていう方が役に立つと思います。食物の食欲がないのを治し、イライラ、ね、そして吐逆する、ね、のを治すと書いてあります。さて次は、よいしょ。サイコか龍骨ボレーと、これはサイコ剤に龍骨とボレーが入って12番です。この方は、肝胆のうつ熱を沈、こう、沈めるのを主役とすと。つまり、うつうつ気分を治すっていうのは意味なんですね。龍骨ボレーっていうのは、気を沈めます。今は、ストレスによるいろんな訴えに効きます。ストレスによる高血圧ぐらいであれば、サイコか龍骨ボレー等で結構効きます。さて次は三層人湯、ね、この方は心気を和して安眠せしむるの策なり、ね、心を穏やかにして休ませる薬だと、この仏語薬師図法官区決では言っていますね。さて次は、紫玉散。紫玉散は、なんと、江戸時代の名医、ね、吉松藤堂が、この紫玉散の加減法で、いろんな病気を治したと言われてるんですね。で、実際、和田藤閣も最後の2行でこう言ってます。藤閣氏、和田藤閣です。他年、この方を、疫病やいろんな症状、雑病に用いて、手術のいろいろな、訴えを治すことに秀でていたと。ね。なんと、中止の中心と言うべし。中止っていうのは、腸中継といって、召喚論を編纂した人です。ね、腸中継の中心だと、正しい部下だって意味でしょうね。まあ、紫玉散というのを使って和田藤閣はたくさん治したということを、浅田宗伯も実際書いているということです。次、下津湯。下津湯は面白くて、3行目ぐらいに、この方は例えればね、障子のきしむときに上下の溝に油を塗るようなもんだと言ってあります。だから下津湯ってのはこう潤いが来るんですね。だから下津湯を足すいろんな生薬っていうので結構治ります。下津湯ってのは結局の薬なんで、貧血っぽい状態治すんですね。僕は栄養失調って言ってますけども、まあそういう障子のね、動きが悪い時に上下の溝に油を塗るような薬だと彼は言っております。次、釈迦蔵湯。釈迦蔵湯はなんと初めの行に、
この方は振動器を目的とすると、昔から、不整脈や動悸に使っていたと、ね、もうこれアンチョコでしょ、1行目からそう書いたんだから、不整脈には芍薬草湯って書いたんです。次、芍薬甘草湯68番かな、これ1行目に、この方は足の連休を治すが主なれどもね、腹痛、足の痛み、膝、の屈伸痛などにも使うし、他のいろいろな急痛ね、痛みにも効くよと言ってます。芍薬甘草湯、僕は足の痙攣以外にも、胃痙攣、胆石発作、尿管結石、ぎっくり腰、激しい生理痛、下痢、夜泣きね、筋肉のキュ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 という訴えに効きますよってお話をしてますけども、その通りね、書いてあります。小腱中湯99番、この方は中風拒して腹中の引っ張りの痛みを治す、すべて古法書に中というは非のことにて、腱中は非を立て直すの下なりと書いてあります。小腱中湯、これは小管論にあるんですけども、腱中湯ね、消化器を立て直す薬なんですね。で、1800年前には今僕らが使っている神器剤はありません。補中液と、従前大砲と人参溶液とかないんですね。で、そういう状態に何を使ったかっていうと、腱中湯を使ったんです。腱中湯ですから、小腱中湯はまあ昔ですからね、食べられないと元気出なかったんでしょう。精一杯、中ね、消化器を治して脾を立て直して元気にさせる薬とご理解してください。次は詳細こといきますよ。この方は往来寒熱、恐々苦満、黙々として食欲がない時が主目的なり、ね、往来寒熱ってのはこう熱が出たり入ったりするんです。で、これ小腰病気ですから、ある程度こじれた状態の薬ね、それの特効薬が詳細古湯なんですね。で、詳細古湯の巨匠版が硫黄湯ね、補中液湯41番でした。まあ詳細古湯、そういうことで補中液湯、朝鮮人参と奥義を使うまでのことはないけども、こじれた状態だっていう時にはね、大体どんな訴えにも使えますよと書いてあります。さて、次は、小半下湯。ね。これは小半下か伏涼湯って言って、エキス剤ではあります。これなんとちゃんとね、この方は、桜花の製剤なり。吐いている人の製剤。ね。ひじりの薬。最も有名な薬だよって言うんですね。つまり、今は、つわりに、これは結構使っています。じゃんと、次、逍遥散。上逍遥散の元になる薬、逍遥散に柴胡と三獅子を足したやつが上逍遥散です。これはもうちゃんとこう書いたんですね。この方は小柴胡湯の偏方にて、小柴胡湯よりは少し肝虚の形あるものにして、硫黄湯よりは、補中液湯よりは一層手前の場合に行くものなりね。つまり補中液湯を使うまでのこともないと。ね。でも、小柴胡湯と似てると。ね。小柴胡湯で、なんか、うつうつ気分がある場合には、逍遥散だよって言ってます。で、柴胡が入ってるのが補中液湯ですから。で、柴胡と三獅子を入れるとね、逍遥散に。それが、上逍遥散になるんで、上逍遥散もイメージ的にはね、逍遥病気の薬でわかると思います。さて、次は、これどれだ？あ、腎素院。腎素院っていうのは、華奢な人で酵素酸を風邪で飲まして、経過が長い場合に腎素院に変えるんですね。だから、風邪を長引いた場合に使うんですけど、なんとここでは、この方は、血が混じった喘息を治すと書いてあります。まあ昔はそれこそね、結核も多かったですし、
やっぱり経過の長い、そして元気が本当にもう巨匠華奢な人の、血が混じった痰に、ね、使ったんだろうと僕は思っています。さて次は大王肝臓湯は、便秘の薬ね。これ結構有名な言葉があってここに書いてあります。この方はいわゆる軟薫を求めんと欲すれば必ずまず、北の窓を開けるの意だって言うんですね。つまり南のあったかい風を入れるには北の窓を開けないと綺麗にあったかい風が入ってこないよって言ってるんです。これは大王肝臓湯ってよく吐いてる人に使うんですね。昔は、今は下剤ですけども、吐いてる人の原因が結構便秘だよって言ってるんです。その便を出さないと吐く方が治んないよって言ってるんですね。南のあったかい風を入れたければ北の窓を開けなさいっていう、まあね、よく漢方では出てくる言葉をここでも使ってあります。大王肝臓湯、そういうことでね、嘔吐を治すときには、便秘を治せっていう意味が記載されています。さて次大腱中湯。大腱中湯はこう書いてあります。この方は小腱中湯と方位大位に異なれども高位一味あるをもって腱中湯の意明瞭なりと。大腱中湯と小腱中湯って高位以外はほとんど違います、ね、ですから全く違う処方に見えるんだけども、腱中湯って意味は高位が入ってるからだよって言ってるんですね。腱中湯っていうのは中ね、火を立て直す、火って消化器ですから消化器を元気にさせる薬なんだよって意味なんですね。でこれが召喚論時代の元気をつける薬が大腱中湯とご理解ください、ね。結構昔のね面白いと思います。さて、ちょうど半分になったんでここで一回やめにして、今度後半に行きたいと思います。